はい、どうも、トラですそれで。今日はですね、9月版個人診断やっていこうと思います。はい、えー、毎月ね、この動画出してるんですけども、TikTok とかでね、また切り抜きとかで出し出してから送ってくれる人もまた増えてきてですね、なんだかんだ結構今回もすぐ載せる、載せようかなと思う訳は、すぐ決まったので、動画的にも大変ありがたかったです。そして、えー、毎月ね、 販売するアイテムっていうのを、えー、紹介ねその後に紹介しているのでそちらの方もぜひよろしくお願いしますはいってことで早速いってみようはい早速見ていこうと思いますトップスがマットエフェクトですねこの下に着てるリンガーの前に発売した黒バージョンですねこのカラーリングきなりのやつはこの販売しているので欲しい人よろしくお願いします パンツは2000円で買ったカーゴ、えー、靴がダンクハイ、タンブルード、グレー、えー、チェーンがプラグということで、まあ、コメントが書いてあって、自分は服装が普通すぎて面白くないんでアドバイスお願いしますってことなんですけど、実際に個人の診断を送ってくる人の半分ぐらいが、まあ、こういった感じだったりとか、ただ T シャツにデニムっていうね、えー、何もこう、いわゆる面白みがない格好をしてる方が多いんですけど、ここからやっぱどうなっていくのかで変えていくのかっていうと、やっぱり、 見てもらったら分かる通り色物が少なないいじゃないですかアクセントがないんでやっぱそこでやっぱりそのブレスレットだったりとかネックレスに例えばこういう派手な色味をこう持ってくるだけでもこなれた印象になるしあとはキャップニット帽だったりとかに、まあ、自分の好きな色何色でもいいと思うんですよこんだけシンプルだったらオレンジの赤でも紫でも何でもいいんですけどそういうのをかぶるとか。 あ,あとはバッグですね、えー、に派手な色を持ってくるとかふ、まあ、普段がこう例えば洋服が暗めのやつばっかりになるって人は、まあ、初心者の人多いと思うんですけど、まあ、そういうのを意識して1、まあ、点だけでも色物を入れると、まあ、すごくこなれた印象になるので、まあ、そこから始めるのがいいんじゃないかなと思います逆にこうガチャガチャになっちゃうパターンとしては極端にこう面積が広いところに色を入れてしまうよりは、えー、例えば T シャツ真っ赤ですとかよりは 小物、見える範囲が小さいところに差し色として入れる方がバランスは良くなると思うのでそこを心をかけてみると、うん、全然今後変わってくるんじゃないかなと思います、まあ、今からの時期とかはねどうしてもこう色味がね秋冬は暗くなるので是非ね小物ね、えー、派手な色のものだったりとか、まあ、サングラスとか、えー、買ってみてくださいってことでさ 早速次の方見ていこうと思います。帽子がニューヨークハット、フーディーがサミット、ベストが古着、パンツリーバイス、シューズがパンズってことなんですけど、いんうんまあ、印象は惜しいかなって思います。あのニット帽がまあ黒でしょで、ベストが、えー、黒。この間はなんかエザーベースト着ている方いましたもんね。で、インナーがまあ黒っぽいけど、まあ、グレーじゃないですか。で、それであんまり重くなりすぎないようにしてて、で、インナーのバーガンディが謎。 で、パンツも黒系なんですけど、足元はそしてここで急に白になるんですよね。で、ここまで黒っぽい色味で合わせるんだったら、僕は黒に統一した方がいいと思うし、逆にバンズのこの白を履きたいんだったら、インナーのこのバーガンディのところを白にしたらバランス良くなると思います。本当細かいとこですね。で、バーガンディを使いたいんだったら、うん、例えばニット帽をそっち系の色にするとか、サングラスのレンズの色をそっち系にするとかっていうような使い方だったり、あとはシューズの。 ね、色に少し赤毛が入ってるとかっていうのだったらわかるんですけど、まあなんか、なんでこれを足したんだろうなっていうのがよくわかんないのが、やっぱりこの、ちょろ出ししてるやつと、まあスニーカーかなと思います。まあこういう細かいところをしてることによって、やっぱ全然違って見えると思うので、えー、まあ、うん、惜しいかなっていう印象でした。ぜひ、今度はね、えー、ここを気使って送っていただければなと思います。ということで、 次ですね、珍しく女性の方なんですけど、ファッション YouTuber のメグさんですね、知っ、えー、てる人も多いと思うんですがあまりまあ、プロ的な人を紹介しないようにしてるんですけど、ご自身内に関しては。まあ、メグさん、せっかく送ってくれたので、紹介しようかなと思います。えまあ、つながったのもね、ポップアップ場所が福岡で同じだったこともあって、この前、あのー、ポップアップお邪魔させてもらったんですけど、メ、ま、グ、あ、さん自体は結構前から僕 知ってたのは知ってたので、まあ、その、なんて言ったら、女性の発信してる人とかでも、めちゃめちゃね、あの顔はかわいいからとか狙ってる方じゃなくて、も、ま、う、あ、おしゃれだと思ってました、本当に。で、えーまあ、なんでそれがおしゃれだと思うかっていうのを解説していこうと思うんですけど、えーっとですね、着てるやつが、えー、シャツが古着、インナーがオリジナルのオリジナルウルティボトムもオリジナルのリミックパンツってことなんですけど、多分無意識にね、これ見てもらったら分かると思いますけど、色合わせしてるんですよ。 多分無意識です。これ意識してるのか意識してないのか、多分コメントを多分見に来てくれると思うので書いてほしいんですけど、普通だったらインナー白とかにして、あのヒールを黒にすると思うんですよね。んそこを、まあ、シャツの色味で全部合わせてると思うんですよ。で月の色味と、このカラシ色って言ったらいいんですかね、そのインナーと、パンツブラウン系と建物のブラウン系で合わせて、空の色味がちょっとカーキっぽいんで、それをカーキを持ってくるっていうのを、 多分無意識にできるタイプの人なんじゃないかなと思うので、やっぱそれはできるのがやっぱアパレルの人なのかなっていうふうに僕は思ってます。で、アイテムとしてはちょっとメンズっぽいところもあると思うんですけど、やっぱヒールでやっぱ女性らしさを出してっていうのもすげえうまいかなって思いますね。たまにこうメンズっぽいアイテムだけで構成された女性みたいなのもいますけど、あんまり僕はもうこういう、ああいう人は好きじゃなくて、これぐらいこうバランスで取ってくれるのがベストかなと思います。あともう一枚も送ってくれたんですけど、これに関しては何、 ててるかとかとはあの聞いてないなんですけどやっぱこういうね女性らしさのファッションもできるしこういったファッションもできるっていうやっぱ振り幅が広いっていうのはいろんなものを着てきたからそういうのができるのであって、はいまあ、普通におしゃれだと思います、はい、結構女性のファッションで言えばツボですねなんかこう癖があるものもうまくこうこなわせるタイプだと思うのではいということで是非ねまあ女性の人が見てるかわからないですけど。 あの参考にするのがいいんじゃないかなと思います。えー、ということで、次、えー、前回ハードゲートいじった方がこれならどうですかということで送ってきたので、今、ま、回、あ、に関しては良かったので紹介しようかなとは思います、えー。キャップがグッチ、T シャツが古着、パンツがグレイルズ、スニンカーがヤオホスワン、ビリーアイリッシュシャツがノーブランドってことなんですけども、 いつもね、この方ね、ちょっと惜しいんですよ。うん、ちょっと惜しい。まあ、だいぶ惜しい時もありますけど、まあ、ここで直すんだったら、靴下の色かなと思いますね。これは黒だったと思います。靴下の色は。んで、まあ、ベージュベージュでね、キャップとスニーカー入れてるので、まあ、端っこをね、色当日すると結構まとまり感が出るので、これはすごくいい方法だと思いますし、 あとはアイテムのチョイスとかは結構おもろいなと思ってて、思っててまあ、ビリアルシアホースとかは、まあ、人気なかったけど個人的にはかっこいいと思うし、差別化できるアイテムだと思います。でグレールズは僕も持ってますけど、韓国のブランドで結構今注目してるブランドですね。で、古着に赤のシャツで、多分グッチの赤と拾ってんじゃないかなっていう感じなんですけど、まあ、シンプルだけどそういうちょっと変わったアイテムがいるっていうのが、まあ、ごじゃれてるなっていう印象ですね。 最近またなんかね、あのー、参考にしてるファッションのアイコンいますかとかもよく聞かれる人はラッパーで誰がおしゃれだと思いますかとかちょっと過酷な話出たんですけど、まあ、正直そのラッパーの派手な JP ザ・ユービィさんとかレックスさんとかあんま好きじゃなくて今好きなのがあの韓国の、ね、キッド・ミリっていう方がいるんですけど その人とかね、すげえね、色合わせっていうか、まあ、ワントーンのコーディネートだったりとか、アイテムの調子とかかっこいいので、なかなかこう多分、若い人とかは何かっこいいか分かんないかもしれないですけど、黒、ま、と、あ、好みでかっこいいっていうラッパーの着こなしやってるので、ぜひ、その人もチェックしてみてくださいということで、まあ、韓国ブランドは最近本当熱いなっていう印象ですね。ということで、今日は、えー、4名ですかね、紹介させてもらって、この後に、えー、僕が発売する最高、えー、築のアイテム、えー、そして、まあ、最半のネックレスと、 新新ししいいい色のの、ね、を紹介していこうかななと、はい、ままますすずは再販分の説明になります、えー、前回、前々回の個人診断を見てもらったら解説しているので、まあ、そこははしょるんですけど、えっと、ホワイトハーツの、えっと、ネックレスと、えー、ブレスレットを、えっと、また再販することに決まりましてっていうのも本来なら違うやつを作ろうと思ってたんですけど生産の都合上間に合わなかったのと前回ブレスレットは結構な数売れてですねそのタイミングでまたネックレスも欲しいという人が多かったので。 あ本当今回の再販で、まあ、短いスパンにはなるんですけども作らないと思うので、えー、ぜひ今の時ちにゲットしてもらえたらなと思います。まあ、こういう赤色の、ね、ネックレス派手かなと思う人もいるかもしれないけど意外に合わせやすいので今回、まあ、このメキシカンパーカーも、ね、販売するんですけど、まあ、こういう感じで、ねえー、つけてもらうとまた違って見えるんじゃないかなと思いますし、まあ、シンプルな格好の差し色になると思うのでぜひ、えー、どちらも、ね、ネックレスブレスセットよろしくお願いします。はい、詳しい説明は 周周りりのののののの月月の診診断断とそそののしていでそれを見てください前回ねあのニット帽がすぐね、えー、作って1日で100個売れちゃったんですけど、えー、今回その新色ということでブラウンとカーキーを作りましたここら辺の色味はねやはり合わせやすいこともあって今までこう僕が作るアパレルでねよく使ってきた色味っていうのもあるんですけど、えー、まあこの2色と、えー、前回がやっぱ黒が売れるスピードがすごく速かったので。 黒も再販分として、えー、作ってます、えー。なので、また今回も全部で100個、えー、生産してますので、まあ、お早めに、被、まあ、り心地とかはね、もう言わずもかなという感じなんですけども、まあ、すごいね、まあ、評判が良かった、まあ、ポップアップでも一番と言ってもいいほどの、どんと数が売れたアイテムになるので、ぜひよろしくお願いします。こちらに関してはもう生産が終わっているのですぐ遅れるんですが、まあこう、ウェブの都合上ね、えー、まとめてこう、注文できるように、 えー、受注期間内みたいにしてるんですけど単品で買っていただいた方はすぐ遅れますので、えー、よろしくお願いします。まあ、1つ7,000円なのでまあこちらどちらか色を1つ選んでもらってブラック買うとちょうど送料無料になる金額になってくるので、えー、これ黒が浅い判定になってくるので是非よろしくお願いしますということで最新のパーカー紹介して終わり。 あえー、最後に紹介するのはパーカーですね。まあ、メキシカンパーカーの形で、えっと、スウェット生地、そして、えー、再構築パーカーというのを作ってみました。去年、おととしでですね、まあ、後付けパーカーとかプオーバーのパーカーみたいなのは出したので、まあ、次何がいいかなってことで、えー、メキシカンパーカーの形で、スウェット生地で、そして再構築で出しました。はい、意外とないと思うんですけど、いつも通り、えー、ポケットのところはデニム、あとフーリ、えーの部分も、 こうういににデニムなってます、はい、見えにくいかなマスクかぶってるんでちょっと見せにくいんですけど、えー、でサイズ感もね、まあ、メキシカンパーカーっていうと結構でかいイメージあるんですけどそこら辺はサイズいじってうまい具合に調節してまして畑も本当はめちゃめちゃ長いんですよねけどそれも、えー、今っぽくサイズ感は変更にしております。 えー、そしてですね、えーまあ、メキシカンパーカーというと、やっぱりこうラグっぽい、ね、イメージがあると思うんですけど、やっぱりあれはなかなか派手で、まあ、今週発売のシュプリーム用事は元でもジップパーカー出てましたけど、えー、こっちの方がが、ね、合わせやすいかなと思いますし、まあ、メキシカンパーカーのいいところは、首元がこういうふうに開いているので、先ほどの、ね、ネックレスみたいなのもつけたときにちょうどね、バランスよく見えると、普通のパーカーだったらここが閉まってるんで、こうなんか首が閉まって見えるんですけど、まあ、そういった意味でも少しまあ、ちょっとこじゃれて見えるのかなと。 あととは誰とも被らないっていう点で、まあ、パーカーはどこでも作ってるんですけど、まあ、こういったやつは作ってないので、えー、ぜひよろしくお願いしますサイズ展開に関しても A と L と XL2 サイズ展開で出すんですけどまあ普段 L サイズ着てる人はこれぐらいだろうなとか XL 着てる人はこれぐらいだろうなみたいなのを、まあ、僕はもう考えて作ってるので、まあ、そこら辺を信じてサイズ選んでもらって大丈夫かなと思いますということで、えー、今日はですね、えー、ネックレスブレスレットそして 新色の、ね、ニット帽って感じで、えー、そして新,新色じゃないや新作のっていうのでまあ再販の部分も多いんですけど、まあ、こういったね新しい商品とかもちょいちょい作っていきますので、まあ、引き続きよろしくお願いしますで販売の期間が、えー、今日土曜日から来週の月曜日までですね、えー、となっておりまして値段が、えー、パーカーに関しては税込1万9800円、えー、ニット帽が7000円ネックレスとプレスとトちょっと忘れたのでウェブに上げておきますので。 ぜひよろししくお願いしますで、販売え、えーと、販売してから受注取ってからの発送期間に関してはですね、まあ、ニット帽はすぐ一通り送れるんですけど、ネックエス、ブレスティレット、パーカーに関しては、まあ、10月中旬ぐらいを見てもらったら発送できるんじゃないかなと思います。まあ、他にも通常ラインでね、いろいろアイテムとかは作ってるんですけど、これは最高築ライン、まあ、こっちは通常ラインなんですけど。 蓄電池とまた分けて作ってるんですけどいろいろね工場がロックダウンしてるとかって関係で10月はちょっとね生、えー、産間に合うかなっていうのもあるのでぜひこのタイミングでね買っておいていただけたらなと思いますまあ引き続き「ポップアップもやりたいんですけど生産ができないとできないので、はいえー、引き続き応援よろしくお願いしますのでは今日は動画、えー、終わりますバイ